こんばんばは東京大学理学系研究科物理学専攻の田村佳です。ラジオというわけで月曜夜遅くからラジオ毎週月曜にねラジオを更新していますので、まあ、作業用に聞いてもらえればと思います。月曜ですね。はい、月曜ラジオ月曜夜遅くからラジオっていう名前でやってるので、まあ、月曜なんですよ。これが月曜に見えていないとしたらまあなんかこ,こっちの配信とそっちの 受け取りとでなんかラグがあるっていうだけでなんだろうそのそっちの電波とかスマホの問題なんじゃないっていう話ですねだから知りませんこっちはねこっちは月曜月曜紛れもなく月曜ということでやっていますのでそこのところをご理解ご協力お願いいたしますえ近況最近の近況についてお話ししたいもうすぐねバレンタインですねなんか まあチョコレート、毎年なんかねバレンタインはなんかすごい楽しいイベントとしてやっておりまして東宝バレンタインに友達4人ぐらいで貸しキッチンキッチンとかを借りてみんなでお菓子作り合ってでなんか一皿ずつ食べておいしいねみたいなやる企画紙企画をなんか結構2年ぐらいやってたんですけど何にも思いつかなかった今年のバレンタイン まあなんか今週がちょっと忙しかったっていうのもあるんですけど思いつかなかったっすね何にも思いつかなかったもうなんか思いつかないでこの当日を迎える自分がちょっと悲しすぎてなんかもう1回忘れてますバレンタインのことあんまりだからバレンタインであることを気にしてないっていうのもあるけどし気にし、うん、ちょっと難しいとこですね今バレンタインと私の関係は今ちょっと難しい位置にあって。 あ,のあんまり人に何か言われたいっていう感じではないんですけどうん何も思いつかなかったな,なんかカカオカカオ豆持ってるからカカオ豆でなんかチョコレートのもっと原点に立ち返ったようなお菓子とかを考えたりしたかったし、まあ、チョコも結構おいしいチョコがもう何種類も持ってるんですよパーセンテージが違うやつもでここまで材料を持っといてをするっていうね今ちょっと。 そうで,すねまあ、でも1年に1回バレンタイン的な企画をやれればなって思ってるので,で別にもうこの1週間後とか2週間後ぐらいにチョコレートのお菓子を勝手にね作ってもいいわけじゃないですかチョコレートを作ってチョコレートは別に誰にいつあげてもいいわけだからねバレンタインにかこつけてあげてるわけじゃなくて本当に1年に1回自然な気持ちでバレンタインであの人に物をあげたいっていうその。 心から沸き起こった感情であげてますよねちゃんとチョコレートあそうちゃんとチョコレートバレンタインに過去つけてあげてないですよねだから私も本気でそうその1年に沸き起こるこの誰かにチョコをあげたいっていう気持ちが今じゃなかったっていう話をしているんですね、まあ、なんかレポートの記述をさ守らなすぎて今まで。 なんかもう大学入ってからどんどん間もなくなってきたからそれでなんか全部のイベントを当日楽しめなくなったっていうなんかあああるあるがありますね、まあ、なんかちゃんと理物でこうバレンタインとか喜んでやってるのは私ぐらいなんでマジで、うんはい、そうなんですよ <laughs> まあねでもいやバレ,バレンタインってなんかそのチョコレートチョコレートって 業界がその商品を売り出すために作ったイベントで、みたいな。ボソボソしゃべんなって。お前がチョコもらってないから、明らかな事実に向き合えよ。チョコもらってないのやばいって。危機が持った方がいいと思う。みたいな感じですね。ああ、もう。すみません。また、またジョージが出てしまいましたね。あれ以来、なんかもう、心の中に、てか、 口先ぐらいにジョージ、ちっちゃいジョージを飼ってしまっていて、で、出ちゃいます。猫ミームはそんなことないよね。あ、猫ミームっていうと、なんかみんな今頭の中にこうチピチピチャパチャパって流れちゃうのかな。すいません。あの曲、ちゃんとあの、最後まで聞いたことあります。チピチピチャパチャパ、ドゥビドゥビダバダバ、あれ、あの曲名知ってます。まずチピチピチャパチャパ。 ドゥビドゥビドビみたいな名前でしたね。チピチピじゃないです。チュピチピチャパチャパじゃなくて、ドゥビドゥビです。あと、あれ、曲フルで曲聴くと、A メロのとこに、A メロのところに、アンミカサって言ってるとこがあります。なんか、アンミカって言ってるとこがありますね。明らかに。明らかにアンミカって言ってるとこがあるので、まあ、そこをちゃんと聞き逃さないように、ちょっとフルで聞いといてください。 それは別にリンクらないっす、まあ、最近の近況で言うと、うん、あのエスニック料理を食べてインドのマンガロールのカレーみたいなまあカレーカレー、まあ、全部カレーなんですけど、まあ、その中でもカレーってみんなが思っているようなカレーですね、まあ、美味しかったですねでもなんかやっぱ郷土料理の,その超コアなとこを攻めたんでなんか意味わかんなかったこんな味の組み合わせやるんだみたいなもうそれはなんかこう文化背景 違くななるよなっていうまあ文化背景違うから食材が違うっていうのももちろんあるんですけど人こんな食べてるものを違ってこんな味覚がこれをうまいうまいって日常的に食べてる人たちと和食を食べてる自分とではやっぱなんか絶対的な考え方が違うとこはありそうって思いましたね面白かったななんか食べ物で文化してるってなくこんな面白いんだっていうのね。 昔は全然そういうエスニック料理とかもう全然食べれなかったんですよなんか食わず嫌いでココナッツミルクが入ってるものとかパクチーとか無理だったしなんかもう変色すぎて肉とかも虫虫豚牛鶏の3種類以外は全然もう本当に無理っていう感じで食べれなかったし肝、まあ、系レバーとかも,もう絶対食べれないっていうので拒否してて。 本当にここ3年ぐらいかな食べれるようになったのがなんかもう変色でしたねとにかく味混ざんのがとにかく嫌だっていうのもあって、まあ、サンドイッチとかもあのサンドイッチ伯爵で有名なサンドイッチとかもこう剥がして食べてましたねパンだけで食べてでなんかちょっとあの挟んだ具材がついちゃってたら頑張ってそれを外してから剥がしてからパン食べて具材だけ食べてパン食べるみたいな。 あと餃子も餃子も皮ちょっと割って中身出してそれを酢醤油につけて食べて <laughs> でその後皮を酢醤油につけて食べるって全部全部バラしてただからあのあれですよ一品食いです全部あの三角食べとか言ってらんないっていう感じでねなんかこういうの言ったあれかあれかまあでもいいんですあの一品食いでやってましたね 今はなんか急にに全部出されたたまま食べるようななったなんかもう大人になったというのかななんか許容量が増えたっていうかなんか美味しいと思ってるところの中心はそんなに変わってないんですけどまあまあまあ食べ物としてこれもまあ許そうかみたいな口に入れることを許可するっていうラインが広がったようなイメージですねそうでもまだ1個だけ本当に許せないものがあって食べ物の中で。 ななんなんこれっていうラーメンの上の味玉ですねこれこれマジで意味わかんないなどういうことあれマジで意味わかんなくないなど,どういうことどういうつもりなんか上にあの「はいラーメンです」って上に味玉乗ってるだけで冷めればうわ何してんだって思いますね本当に別皿に置いてほしいあの別に味玉がまずいって言ってるわけじゃないんですよ別に味玉おいしい本当にそれはおいしいっていうのは認めて 認め寄ってますってことを知っていただいた上でラーメンの上のせるの違くないですかっていうね話ですね中冷たいじゃんだって中を半熟にするためにまあ多分冷蔵庫とかで一気に作って保存してあるとでちょっと温めちゃうと中に火が通っちゃうから、まあ、冷たくしてあるでちょっとだけ白身の部分が、まあ、スープとかに馴染んでちょっと温かいけど中はやっぱ絶対冷たいんですよ基本的になんか冷たいしなんか黄身 終わっっったににスープちちょっと混ざっちゃうみたいなその混ざる感じが嫌だなんだろうななんか釜玉みたいな感じで混ざるもんですよみたいな感じだったら全然いいんだけどなんかうわ混,混ざっちゃったみたいな感じになる混ざり方じゃないですか味玉の黄身ってあとなんか麺と一緒にすすれないチャーシューとか海苔とかメンマとかは麺と一緒にこれすすれるんでこう。 全然結構ラーメンの要素として意味があるなって思うんですけどなんか味玉は違う麺と一緒にいけないからさ味玉は味玉としてちゃんとよく噛んで食べなきゃいけないっていうか味玉だけを味わってる時間あるじゃないですかラーメンとして味わってなくないですかねえどう邪,邪魔なんですよ普通に味玉ラーメンに置いて別皿に置いてほしいです本当に私はいつも最初に邪魔だなと思いながらどかしてからラーメンを。 一回この邪魔なやつを食べてからラーメン始めますみたいな言ってますねだからラーメンの仲間ではないよなって思ってますこれなんか結構過激な発言かもしれないですけどで頑張って論破するしようとする方いるかもしれないんですけどかなりあの長年かけて理論武装してるのでこちらはもう本当全然戦います全然戦います本当に意味わかんないんでうこれで炎上するならさせてみろて っていう話ですね味玉は味玉はうまい,いけど別皿なのってこんなんだっけホリエモン味玉はうまいけど別皿なのっていう話えー、曲曲いきます、えー、東京出編で母国母国情緒えっ、ー、とおのおので今からそのリンクを踏んだりして聞きに行ってもらってでまた戻ってきても,戻ってきてもらうときはこう 自分の履歴のところから押すといいかなこの視聴履歴みたいなところから私の動画に戻ってもらうと、まあ、ありがたい話かなって思います、えー、戻ってくることを信じます、えー、今週のニュースというわけで、えー、今週のニュースね毎週あの社会情勢に私がニュースとか全然見ないので社会情勢についていくためにちゃんとニュースを見ますっていう企画なんですけども、えー、今週はねニュースが一つもありませんでしたねなんか一個もなかった珍しい というわけで、えー、パスパスです。お便り来てます、えー。ラジオネームラジオネームなしなのでえっ、ーえー、と吉田松陰でいきましょう。ラジオネーム吉田松陰さん、田村佳代さんこんにちは。で、これ、私がラジオネーム決めるとき毎回吉田入ってるの？毎回いつでも前回あるだけど、はい、えー、田村佳代さん、こんにちは。私は東大理科にいるよ。足切りされてしまいました。 えー、今日発表でした田村海さんは現役の時足切り後2月下旬ぐらいには何をして過ごされましたか教えてくださいというわけですね。まあ、私ご存知の通り現役の時センター足切りを受け食らってしまったんですけど、まあ、リーチを受けるつもりで出願したけどセンターがあまりにも悪かったから直前にそのリーチの1のところに2を足して出願したんですよね。めっちゃ弱い 激弱な戦い方それでちゃんと足切りを受けるっていうしかもちゃんとリリーの方が足切り点数は低かっただからまあ予想は当たってたんですけどちゃんと負けたっていう話ですねまあそうだしねそうだしねえっ、ー、と早稲田を足切りの発表の後に早稲田の受験があって多分まだ早稲田のあれはないのかな早稲田を受験してで東大の試験日まで どううしてていたかっていうと東大の試験終わったらみんなと遊べるんですよその後はハッピーライフハッピーホームハッピーホームっていうともうタマホームになっちゃうんですけどハッピーライフが待っているんですよねだからそこまでで私はちょっと足切り受けたのがあまりにも恥ずかしくてなんかちょっとなんかやればできるやつみたいな潜在能力こいつありそうだねみたいな立ち位置 なんかちょまあ、別にあの高校での成績は全然良くなかったんであれなんですけど実はこいつやったら覚醒すんじゃねみたいな感じの雰囲気だけ醸し出してたからなんか高校のみんなに足切りを受けたことを言うのがちょっと恥ずかしくて SNS とかも受験生のように振る舞ってた振る舞ってたって言うとあれもう何にも投稿しないもう見てもないだからそう Twitter もインスタも本当に全く触らずただただ息を潜めて。 お姉ちゃんと地元を散歩したりしてたな,なんかクロワッサンとか朝クロワッサン食べるとかやってみたりしてたなだからもう亡命ですよねその間 <laughs> 亡命してましたねあとゲームとかめっちゃやってましたね多分多分ツムつムとかをめっちゃやってたんだと思うなまあそうですねあのその足切り決まってから東大入試が終わるまではもうなんかもう 全然自分がどんな感情だったかがあんまり覚えてないので多分しんどかったんだと思いますよ。あんましんどかった思い出を、ね、忘れる癖があるので多分マジでしんどかったと思います。まあそうですねそれまでは今もしそれがあるとしたらだから今は自分で夢中になれる楽しい何か趣味が。 没頭できる何かを見つけらられたら、まあんまいいりもう次に向けて勉強するとかそこまでは人形はできていないというかまあ4月からで全然いいと思うので、まあ、気が済むことをやっていればいいんじゃないですかという感じですかね、まあ、ちなみにセンター足切りの仲間たちが結構いると思うんですけどセンター足切りから一郎東大合格っていうのは私はそこまでマジマジのスーパー奇跡っていうわけではなくて。 別にに周りにもいましたよ寸大で同じく寸大の同じクラスの友達は蓋を開けてみたらなんか「あの足切りだった」みたいに言われて「ええー、ってなってしかもちゃんと受かったしなんかそんな激レア信じられないスーパー合格ミラクルみたいな感じではないのでまあ引き続き頑張ってくださいっていう話ですね。熱い、えー、こんにちはあもう一個お便り来てます えっと、これもラジオネームまき、あ、てたかなちょっとわかんないよ,よしみさん今決めましたよしみさんこんにちはチェルケーユーチューバーの田村かえさんこよくラジオの途中の音楽がエレファントカシマシで私もファンなのですごく嬉しいです、えー、ここで私のおすすめ曲も紹介します「絶望ビリー」「マキシマム・ザ・ホルモンによる絶望ビリー」違うなあそうだ ママキシマムザホルモンによる絶望ビリーあと「レッドホットチリペッパーズ」による「ヘイオーっていう曲がおすすめですということですねそうなんですねというわけでえじゃあ曲曲いきましょうか2個紹介してくれてね「えー、エレファントカシマシ」で「さよならパーティー」を聴きに行って戻ってきてください今週のおすすめ動画というわけで、えー、私がね個人的におすすめしたい おすすめエンンンタメコンテンツ最高のエンターテイナーになろうとしている私田村かえがおすすめする面白いコンテンツを紹介していきます、えー、まず一つ目「天竺ネズミ川原チャンネル」のお笑い最前線エレベーターの回ですねこれは面白かったなあの3階にいてその あのセルライトスパのが大須賀さん大須賀,大須賀さん大須賀さんと河原の2人でお笑い最前線対決をするんですよでお笑い最前線対決ってすごいな何がもうすごいのかっていうと何か何をふりとするかその何を裏切りとするかそのギリ,リギリギリの話ですねその私がお今おすすめした お笑い最前線対決エレベーター編ではそ2人ともまず3階にいてねで片っぽが3階にいるからそのもう片っぽは1階,1階に降りてもらってで空のエレベーターを3度上げてください3階上げてくださいだからエレベーターの中に入って3のボタンを押して閉じるってやって出てん入って3のボタンを押して出て閉じるをやってやると空のエレベーターが3に登場するわけじゃないですかパカーンって。 そそれれを3回やるっていいいうそれだけでいいんでんすよただ空のエレベーターを3回上げればいいっていう話なんですけどこれがもう振りになっちゃってるっていうかもうお笑い最前線なのでもちろんルール的にはね対決のルール的には空のエレベーターを3回上げれば勝ちなんですけどここで乗っちゃうのか乗っちゃわないのか1回目に乗るのか1回目は乗らないのかっていうそういう。 最前線のギリギリの面白をやってましたね。これは面白かったなお気に入り動画です。えー、続きましてのおすすめは、えーと、霜降り明星のラジオに七曲がりがゲストで出てて、それが良かったですね。なんか、あの、私が前好きって言った、あの世の中でまだ答えが出てないものを言い切る男、八生七曲りの八世がやってるやつなんですけど。 そそれれががなんかそれをやるくだりがあってお笑いビッグスリーで一番面白いやつを言い切りますとか言って言い切ってたしお笑いビッグスリーで一番面白くないやつも言い切ってましたちゃんとめっちゃ面白かったです必見ですね笑いましたよえ続きは「e v e r y グエ i n g e v e r y w h e r e a l l a t o n c e っていう映画がネットフリックスでなんか見える見れるようになってて 見た私が、まあ、一番好きもう超面白い映画なんかもう全全エンタメ全面白エンタメっていうかエンターテインメントだな,もうなんか全部詰まってるって感じだな感動と笑いとなんかめっちゃ薄,薄い感じになっちゃうけど感動と笑いとまあ概念を覆す的な感じ私がめっちゃ好きな世界観ですねぐちゃぐちゃにするみたいな感じの。 っ面白か,ったなんかまあ概要を言うと、まあ、メタバース空間にその中国にいるおばちゃんこ中国中国人のアメリカに住んでるコインランドリーで働いてるおばちゃんがメタバース世界に飛んで世界を救うみたいな感じのお話ですねむちゃくちゃマジで最高ですバカバカしくて面白い っていう感じもう生涯で一番好きな映画ですね一番好きな映画っていうともうエブリシングエブリアオールバットアンスあのエブエブって訳してるんですけどみんなそうだからまあ一番好きっていうとなんかすごい映画をすごい見てる人みたいになっちゃうんですけどまあ映画館で映画を見たことある回数はマジで片手で数える程度ですねなんですけども まあエブエブは面白かったから2回見ちゃったあんま見てないけど多分これが1位だと思う生涯でって思うぐらい面白いですこれははいこ恋愛相談いきます、えー、恋愛相談に乗って私が要素還元主義者の、えっと、少女漫画大好きの人なんですけどえっと恋愛相談に皆さんの恋愛相談に乗って、まあ、ゆくゆくは恋愛を やめててもらおうっていうっい自立して自立した人間他人に依存せず、えー、自分だけの力で立って歩くようになってほしいっていうことを目指して AI、えー、相談に取っておりますえっ、ー、とラジオネームうわーラジオネーム言ってたね忘れたなうんーとじゃあメル,メルヘンパンダでラジオネームメルヘンパンダ恋愛相談です現在高高校校年生です中学の時に高校2年 中学の時に高校2年だった先輩に一,人一目惚れをし今までずっとずっと追いかけてきました先輩は今東大に通っています主純な不純な動機ではありますが中学の途中から先輩が東大志望だと知ったと同時に私も 私自身も東大西暴校を固め東大一筋でまた先輩一筋でここまで頑張ってきました田村佳代さんがこのメールを読むときは私はきっと共通テストが終わっているのだと思うととても感慨深いです結構前のメールってことですねすいませんねそんなことはさておき春に晴れて東大生となっていたら先輩の所属しているサークルに所属しようと思っているのですが多分先輩からは認知されていません 同じ高校出身の後輩が同じサークルに入ってきたら顔見知りでなくても田村海さんなら話しかけようと思いますかもし思わないのならどのようにアクションを起こせばよいと思いますかっていう話ですねあめっちゃ可愛いですね一図うんやっぱ一図少女漫画はやっぱ一図だからいいっていう話ですねやっぱこういろんなとこに矢印が向いてるとお前数字通せよっていう話になってしまうのでうんいや一図なのは 評価したいいと思いま,すまあこんな可愛いのに私が答えていいんですかって感じなのでまあもしあのアドバイスしたい人がいたらアドバイスっていうと気持ち悪いんですけど皆さんもコメント欄で書いてあげてください。アクション うんまあかもみしりの高あ見り同じ高校出身の後輩が同じサールに入ってきたらってことですよねまあだから基本的に私はもう後輩とねうまくしゃべれないんで、まあ、何か取っかかりがあった方が絶対にしゃべりかけやすいかなうんまあ全部その先輩がどういう人かっていうのに全て依存しているこの質問はだから私はその先輩を知らない限りこの質問に答えてそのあなたが」 あのね、参考にしようがないっていう話は一回一回を飲み込みます、うん、一旦置いとくとして可愛いからね一途な子を応援したいという話なので一旦置いとくとして、まあ、同じ出身同じ出身校の後輩がサークルに入ってきたら、まあ、私の場合は普通に話しかけるっていうか、まあ、お同じですよねみたいなの言うけどそんなになんかうーんどうだろうなは広がらないかもな私の場合はね。 ツーラリーぐらいで終わっちゃうな。んか世代違うから、なんかあんまりあるあるが通じなくて、なんかあっ、机とか小さいよね、みたいな。ですね、みたいな,なゲ。ゲタとか禁止で変な高速だよね、みたいな。ですね。うん、じゃあ、また、みたいな感じになるかな。 うーんまあ、陽キャなんですけどね、私はね。なんかそそ、会話が苦手でね。うん。難しいかな。っていう感じですね。まあ、アプローチを、どのような、まあ、アプローチっていうか、アクション。どういうものね。どんなアクションを起こせばいいと思いますかということですね。うん。まあ、やりがちだけど、やっちゃダメなことを言おうかな、逆に。そっちの方がためにならないこれだけはダメよ、みたいな。あの、LINE とかで、 LINE の謎ゲームなんかポコパンとかクッキーランみたいなのやつの招待コードを送ってはいけませんゲームの招待コードやめた方がいいと思うあれはねよくないですね <laughs> あれを好きな先輩にファーストアクションとしてあれを送るのはよくないと思いますそれはちょっとマジでやめといた方がいいかなうん マジマジな話ですねあとあ普通にあのやった方がいいこととしては挨拶とかいっぱいしたらいいんじゃないですか挨拶あいおはようございますみたいなとり,とりあえず挨拶っていう話でした挨拶っていう話ですねこれこれにつきますえー「嘘物理学」「世の中の出来事を嘘物理学を使って説明しよう」 とということですねラジオネーム「ワニのいない」には容姿を光の速さの99%まで加速して,加速して別の用紙にぶつけると半用紙が作られます同じ理屈で人間を光の速さの99%まで加速して別の人間に衝突させて半人間を作ったときその半人間の自我意識は衝突した2人から引き継がれるのでしょうかそれとも生まれたての赤ちゃんのように突如発生するのでしょうかなるほど まあぶつけてバン2つの用紙をぶつけて別の半用紙が作られる合体したような話ですね。ダン合体なんかトム・ブラウンみたいなことかな。うん。中島くんを5人集めて合体させて最強の中島アークスを作りたいんですよ絶対にっていう話ですよね。 だから加速器でだからあれできるってことか本当は加速器で中島くんを5人こうぶつけて合体させて実際に実現できるわじゃあうんちなみに、まあ、やってみないとわかんないっていう感じなんですけどあの,あのネタっていうと中島みゆきとキムタクが結構。 強めに出ちゃうなんかた,た,たまには中島みゆきが混ざっちゃっててなんかそ,うそういうなんか癖が強い人の個性が強い人のつ強いところが採用されるみたいな感じだからなんか強いところがこう組み合わさった合体になるんじゃないですか反人間の場合は。うん、なんかまた別の,その人間の繁殖とかとはまた 全く別の概念の,の新しい人間の作り出し方で、まあ、今後なんか、まあ、倫理的にどうなるのかとかそういうとこを議論していきたいですねというわけでえ次次いきますえっ、ー、と嘘物理学について説明してほしいことがありますあこれもラジオネームなかった嘘物理学について説明してほしいことがあります スポーツ選手などが使うパワーテープの効果について嘘物理学で説明してください。パワーテーテプなるほどねあのなんかテープをなんか肌色のテープでそのなんか足が痛いところ筋が痛いとことかにそのちっちゃいちっちゃい肌色のテープを貼るとなんかそこになんかこうシールのところからなな何かが出て足の筋が。 治るみたいなねマジの嘘物理学の話じゃんこれ嘘物理学っていうか嘘科学実際に存在しちゃってるやつ送ってこられてもなんかちょっとこういや何とも言い難いという感じなんですけどまあ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 一旦置いといてえー、まあなん何の意味もない何の意味もないですね肌色の小さいシール。 あの意味のないシールなんですけどもなんか意味があるということで、まあ、結構高いお金を払っているわけですよ。で、まあ、ここで思っちゃいがちなのがその高いお金を払ってるからこれ聞くだろうとかこれ聞くだろうと思って貼るからなんか聞いてる感じがしてプラシーブ効果でなるみたいな効果が出るっていうわけではないです。そんなうまい話しないとそんなのに甘んじてあの商品出さないでほしいって感じなんですけどあの意味ないシールをこう。 結構高いお金を払って意味ないシールを貼る。で、今自分の個体としては意味のないシールを貼って値段は上がってるんですよ。自分の資産価値としての。だからその自己肯定感が高まる。資産価値が上がることで自己肯定感が高まって、それによってストレスが緩和されて、で、なんか快調になると。体が。 ストレスが万病の始まりと言いますけれども、そんな感じで、体が快調になるということで、まあ、金歯と全く同じ原理ですね。金馬。私、あの、金歯あの、前、前歯4本と、あの、親知らず4本、一回きれいに生えたやつを全部抜いて、あの親知らずのうちに金歯4本入れてるんですけど、あの、資産として、資産としては金歯8本入れてます。なでね、まあ、そう、そうですね。金歯と同じ、パワー、パワーシールパワーテープか。 パワーテープは金馬と同じ原理で自分の資産価値を上げて、えー、それでストレス緩和して会長になるっていう話ですね、うん、金馬シールって呼んでください今,今後はうんエンディングというわけでまあやってきたんですけどちょっとね遅れすぎたねちょっとなんか更新しちゃった今までの遅れをだからまあ 今後はちゃんとコンスタントに月曜に出していきたいなって反省してるっていうことだけは分かっておいてほしいですね8万人記念のあの8万人勝つか8万人勝つ YouTube はじめ YouTube を始めて100日今103か4か5ぐらいなんですけど記念の配信をやります2月16日7時半かな みたいな感じですね。最近ね、あの、一種類の YouTuber とコラボが多かったように見えています。見えちゃってますよね。見えちゃってるんですよ。なんでまあ、ちゃんと己の力で YouTube できるよっていう話を、っていうことを見せたいっていう話ですね。うん。ちゃんと自分で、おもしろ、面白いエンター、最高エンターテイナーとしてね、頑張っていきたいと思います。 というわけで、まあ、2月16日の配信でまたお会いしましょう。まあ、その前に動画を上げるかも。ありがとうございました。